始まりました、すみひこのヤバい帝国。はい、今回はなんとトリプルコラボとなっております。聖人とこの千原聖人さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして人間 TV の原田龍二さん、はい、よろしくお願いいたします。で、人間 TV でおなじみの霊媒師、そして格闘家でもある阿部さん。阿部です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はこのトリプルコラボでは、はい、先ほどまで奥多摩に行ってたんですよね。はいですね。で、人間 TV では奥多摩の廃墟を巡るという、はいはい、いかがでしたか。うん、いや、聖人さんがやっぱりね、引きが強いなってことが証明されましたよね。ありがとうございます。でしかもこれ言わない方がいいのかな、ほぼ神っていう、ね、あ、そう、それはあれですよね、聖人とこで明らかになったほぼ神と任命されましたので、ね、そうなんですよ。そこでですね、すみひこのヤバい帝国、はい、今回は東京都の某トンネルで、うん、廃トンネルではないんですけれども、ほぼほぼ使われてなさそうな雰囲気です。これよく見ると、ね、手掘りですよ、うん、これすごいですよね。すごいね、あんま見ないですよね、うん、今で、一応ここには女性の霊と、あと首なしライダーが現れるって。あ、トンネルといえばね、トンネルといえばね、首なしライダーどこにでもおるね、まあまあおるよね、首なしライダーって。まあまあ、大阪で言うたら何個でもおったで。いや、マジですか。同じライダーではないでしょうね。おお、なんかあとなんか首なしソアラとかね。首なしソアラ、ソアラ懐かしいな、うん、ソアラ、はい、首なしのドライバーがソアラ運転してるとか、へえ、うん、トンネルといえばね、いろんなパターン、いろんなパターンあります。多分ここは発祥の地だと思います。ここは、はい、ここ首なしライダー、でも結構山の中入ってきましたよ、うん、ね、すごいすごい、ね、阿部さん、ここの雰囲気どうですか。もう入り口に結構ギャラリーが溜まってきてるなという、まあ、あとあっちもさっきはいなかったんですが、挟まれてる、まあ、挟み打ちというか、挟み打ち、決して長くはないトンネルですけど、はい、そうですね、そうですね、最初は、まあ、大人の男性と子供2人だったのが、今もうちょっと数が増えてますね。大人1人の子供2人、手つないでる、で親子なのか、うん、親子じゃないのかは分かりません。それが最初、はい、お話し始める前に言った。で、今はもうちょっと増えました。何人ぐらいになってますか、大体。見えるので、4、5人。でも、もうちょっと本当はいると思います。あ、でもこっちあっちもいますので。はい。あっちも。あっちもいます。もう完全に前後塞がれてますので。全然見える。全然は。どっちが。それじゃあどうする。刺激して、なんか霊現象が起きるといいなって。どういう方法で、なんかありますか。もっと明確に見えるように、はい、こうアピールしてもらうとか、そういうことですか。そういうことです。これでしたいということですよね。そうです、うん、で、今回はいろいろやり方を考えてきたので、はい、なるほど、はい、それでやっていこうと思います。だから今日多分聖人さんの引きがめちゃくちゃ強いっていうお墨付きがつきましたので、はい、おそらく高霊術をやれば、はい、来るんじゃないかと。そして原田龍二さんも晴れて幽霊を見ることができ、はい、で我々危険にさらされても阿部さんが全部助けてくれるっていう、はい、最高の布陣かなと思っておりますので。そうですね、もう阿部さんは悪いものを通さないという手袋をはめてる。ああ、もうすでに手袋をはめてるんで、はい、来たら捕まえてやる。まあ、例えばですね、これが、まあ、いわゆる呪いがかかってるものだったら、ちょっとこう触っても手からこう入ってこない。なのでこう、まあ、霊体、これが霊体だとする、極端な話こう殴ったりできるっていうのがこのグローブ、こういうふうに祈祷してるので、それになってます。殴ったことはあるんですか。あります、あります。これではないですけど実際あります。こう、まあ、手というかこういう宝具っていうのを、あ、出た。はい、それもこれ何ていうんですか。これはクリカラ剣っていうやつです。クリカラ剣、はい、お不動産が持ってるようなやつですけど、これでやると実際ザスッとこういう感触は、まあ、これも祈祷してあるので、それの今度手バージョンというか、はい、修行してないような人でも実際こう掴んだりこう追いやったりできるっていう、まあ、そういう
ものですね。後ろ腰のものも結構すごい。そう、すごいんですよ。今回腰のものも、腰のもの、あ、そうですね、いろんな、すごい。全然僕らがちょっと触ってもいいですか。うわ、触らない、これ以外は触ってないです。それは触りたい。これはちょっとダメなんです。はい、これ何なんですか。これは、あのちょっとミソカという名前が、まあ、プルパというバジあのいうこう混合杭と言われている工具なんですが、まあ、これにちょっとこう女の子の霊魂が入ってこう悪いものを追っ払うというので、はい、だからこの、僕のチャンネルではこの彼女が一つの守護神というか、はい、守ってくれる。なるほど。彼女がいれば大丈夫という。だからこう危険なものがいてるところに行っても大丈夫という、はい、大丈夫です。人間 TV では何回ぐらいこの彼女が登場したことあるんですか。最近そうですね、仲間になってからは。例えば本当にやばいところに僕が一人で検証しに行くときに、ここはちょっと連れてった方がいいっていうときは、これはちょっと忍ばせて、まあ、実際こう体に触れるっていうのは大丈夫なんですけど、うん、まあ一応女の子なので、あいつなんか持ってる。あこれは大丈夫です。私もなんか一つよろしいですか。これは大丈夫です。でもそっちの方がかっこいいな。俺も持ったことないもん。それはトップってやつ。あ、こういうやつじゃいて、はい、気をつけてください。スーさんが持ってるかもしれないけど、なんか外国のラブおもちゃみたいに。外国の外国の女の、すごいデザイン性ね。無理これは無理ですよ。オランダの飾り窓行ってじっくり見てきたから。なんかあったこれ盛りすぎ。あのセックスショップ行ったんだけど。なかったですか。なかったもんな。ないない。すみません、ちょっと安倍さんが怒ってるかどうか見るの忘れてた。ごめんなさい、セックスショップ。そんなことぐらいでは怒らないで、僕は。はい、はい、こういったものをいつも置いた。すごい、パワフル、パワフル、重い。カバンの中は何が入ってるの。これは、まあ、お祓いの道具が。お祓い道具。これは僕も見たことないんで。じゃあそれはもう、その時にしか出ないっていう。危ない時しかあげないです。じゃあ今日もしかしたら本当に悪い霊が来たら開くかもしれないです、ね、ああもちろんもちろん、はい、そのつもりで。でももう安倍さんすでにこの近くに来た時に、はい、もういらっしゃるって話はしてました。まあここで無理な時はこれに入れて連れて帰るんです。あ、ゴーストハントっていうか、はい、これにそのトランクに入れて俺の道場に行って供養したり、あるいはうちらのチャンネルで当たり前ですけど、僕座敷わらしを育てるので、才能のある子供はこちらに入れて連れて帰ってうちの道場で座敷わらしを育て直すっていうのをやってます、まあ、素晴らしい、すごいですね。やりたい放題ですよ。人に行きは悪いですけど、やりたい放題ですよ。精神性はい、ね、やってます、はい、育つ子供を持って帰るって人さらいみたいな、ね、我が家にいるんです、はい、みやこっていう名前の女の子の座敷わらしを僕は阿部さんから今預かってうちにいるんです。今日残念ながら同席してないんです、はいはい、ね、それで見えないんですか。見えないです。才能がちょっと家に用語なんですよ。見えないんですよ。家に用語に見えない人。はい、ということで、はい、じゃあちょっとその高齢術の今回のポイントなんですけど、まず一つは怖い話をする、うん、で二つ目は今日私が持ってきたんですけど、ソリッドアライアンスさん、お化け探知機を作っている会社の方が試作品として作っている幽霊を召喚する召喚機を持ってきました。これは霊が集まる 19Hz が流れるんです、ちょっとやりますね。あれ、あ、はい、これがそうなんですか。無線ラジオみたいな。そうです。あのエジソンとかも霊界ラジオって作ってたんですけど、はい、ですね、それに近いものです。本当に、はい、これガチです。これは来ると思いますよ。来ると思いますよ。じゃあだからこれちょっと音は消しますけど、あのその 19Hz が鳴ってる、出てる状態。これをやっとくと近づいてくる。近づいてくる。呪いをかけるときにってなるんです。それにやっぱ音が似てるので、多分そういう風なのが 19Hz っていう、その数値的にそういうものだと思います。祈るときと呪うときって声の出し方変わるので、うん、今のに近い声を出すので、うん、多分それで寄ってくるんだと思います。でもう一つは一応その我々がヤバい帝国で行った心霊スポットで、はい、この音叉を鳴らしたときにすごい幽霊が出たんですよ。
これあった方がいいですかね。基本的には浄化するものなんですけど、ちょっと鳴らしてみてもらってもいいですか。これで、はい、これそう、こういう風に持ってますか。あ、これ、これ手で、はい、これ浄化されちゃいます。さあ、そう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 、集まります。寄ってきます。ファイナルファンタジーでありましたよねこの音が鳴ってる間に階段上がって上の階鳴らすっていうやつ、ね、これね、なんかそんなのあったよね。なんか音声鳴らす。これも効果的ということなんですね。で最後がわざと般若心経を間違えるという作法なんですけれども、はい、あるいは逆回転で逆に読むっていうことなんですが、これは、最終的に原田龍二さんにやっていただこうかなと思っております。はい、これとっても忌まわしいらしいので、すごく幽霊が集まりやすいです。いや、もう分かんないです。なんか見ながら読むんですか。あ、私持ってきてるんで、あの一節を後ろから読んでいただきます。行きましょう。はい、違ってもいいので、はい、これはどうなんですか。効果的な感じの呪いをかけるときにお経を逆に読むっていうのがやり方としてあるんですよ。普通の正当な仏教ではそんなことは意味ないっていうんですけれども、また別のそのまあ呪いをするっていう人たちには逆から読ませるっていうのは伝わってます。ということで、はい、まずは怖い話、はい、多分阿部さんは本当に幽霊呼ぶ用の怖い話をご用意いただけると思うので、どっちからいきますか。多分ね、うん、僕怖い話っていうのも本当に先日体験した話を、あ、始まった、怖い思いをした話を、はい、したいと思います。人間 TV で実際に2週間ぐらい前に横須賀のとある場所に行った時の話なんですけど、具体的な名前はちょっと言えないんですが、昔こう処刑されてたっていうような場所に行った時の話 で、まずそこの場所にたどり着くちょっと前から、まあ、撮影を開始して、で、まあ、今回我々がやったみたいにまず一人検証してみようっていうんで、僕だけ自撮りのカメラを持ってそこの場所に向かっていきました。で実際にこう一本道なんで間違えることなく、こうちょっと勾配のある坂を登っていったらその場所に着いたっていうのが、なんで分かったかっていうと、ちょっと開けたの急に。でこう懐中電灯で照らすと大きな石碑があって、でその隣にお地蔵様があって、でふーっとこう懐中電灯をこう回転させると縦看板があったんです。でそこに、あ、ここはそういう処刑されてたっていう歴史がある場所ですって書いてあったんで、ここだと。で、あ、こんなとこなんだなって、なんか気持ち悪いなと思ったんです。普段何も感じない僕が。でそのパッとこう奥を照らすと小道がこう伸びていて、でその奥がもう海っぴりなんで、はい、でこう海に降りていけるような小道がこう伸びてた、うん、でこっちの方はスタッフと阿部さんと合流してから行こうっていうことで、うん、僕しばらく待ってたんですよ、うん、でやがてスタッフが来て合流して、でどうやらここらしいですよって話をして、でこっちに道がこう伸びてるんで、うん、阿部さんこっち行ってみましょうかって言って我々一緒にこう阿部さんとこうその道に入ってたんですね。そうすると案の定ちょっと、浜みたいになってて、うん、で実際にこう海には入っていけるような感じがなってるんですけど、 もちろん入らずに、あ、こっちが海なんですねなんていうのが、そしたら阿部さんがもう海の中にいますっていう、うん、はい、阿部さんの見解が、はい、うん、そういうのがあって、で逆の方がちょっと松林になってるんですけど、その林の中になぜか 2,3 人掛けのベンチがあって、うん、はい、でまあ、そのベンチに座ると、まあ、海の方向に座ると、うん、まあ、海を見ながら座れるベンチではあるんですけど、はい、まあ、なぜそこが茂みっていうか、うん、木がこう生い茂ってるんで、はい、決して景観がいい場所ではないなと思いながらも、うん、不思議ですねなんて言ったら阿部さんがもうそのベンチで座ってますということなので、じゃあここに僕が座って一人検証してみましょう。ほうほうほう。でちょっと僕そのベンチに早速座って、でスタッフはカメラのセッティングを僕に向けてカメラのセッティングをしてたんですけども、その間だんだんこっちの右のこの脇腹ではなくこの肩甲骨の下あたりがなんか痛いなって思ってたんですね、はい、で普段
本当に危ない場所に来ても何も感じないんで、はい、気のせいかなと思ってたんですよ。そしたらその痛みがだんだんきつくなってきて、はい、でそれ言ったんですね、あ、ちょっとここが痛いんですけどっていう話をしてたら、本当にこうまっすぐ座ってられなくなっちゃった、うん、要するにこうベンチの手をつかないと、はい、自分の体勢が保てないぐらいに、そのレベルに痛くなってきちゃったんですよ。そしたら阿部さんが大丈夫ですかって言うから、うん、もう痛いですと、じゃあこれも何かのチャンスっていうのもいいんですけど、はい、何かある起こるんじゃないかって言って、じゃあ一人検証しますって言っていたんですけど、もうどん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 痛くなってきて、はいはい、で阿部さんがもうこれダメだって言って、お話してくれたんです、うんうん、でドクターストップ、そうで、なんでここが痛くなかったかっていうその意味合いなんですが、はい、要するにそこが処刑をされてたっていう歴史のある場所で、はい、結局人をこう殺めるのは、はい、例えば聖司さんが来たら、はい、もう首切るじゃないですか、はいはい、で試し切りっていうのをしてたらしいんですよ、はいはい、試し切りの時に胴体に効くらしい、はいはい、で刀の切っ先が多分ここなんです。なるほど。っていう阿部さん の, その見解があって、はい、あ、なるほど、だからここは痛いんだ、うん、うわ、で本来だったらそこでやめるべきだったのかもしれないんですが、はいはいはい、まだ一人検証してないので、はい、僕は痛みをこう感じたままそのベンチに座って、でスタッフはちょっと離れてもらって、はい、今一人検証し始めました。でもし何かあったら呼んでくださいねって言って、今までそういう場面っていうのは何回かあったんですけど、呼ぶことなかったんですよ、うん、一回も。で痛みを感じるってこともなかったので、なんとか大丈夫だろうなと思って、じゃ あ, 一人検証します、じゃあスタッフはちょっと離れてくださいって言って、1分も2分もしない間にもう耐えられなくなっちゃった、うん、痛みもそうなんですけど、もう取り囲まれて、もう正体不明のその何かがどんどん僕に近づいてくるような、もう当然もう真っ暗闇で見えないんですけど、なんかもういても立ってもいらなくなっちゃう、完全になんかいる気配、包囲されるっていうのも近づいてくるような怖い怖い怖い錯覚かもしれないんですけども、それに耐えられなくなって阿部さんって言って呼んでパパみたいな、そう、そんですっ飛んできてもらって除霊してもらったっていう、そんな会見をつい2週間ぐらい前です。じゃあもうほぼほぼ見えてますやん、それやったら、うんうん、その取り組む気配を感じてるということも、そうですね、もうだって SOS を出すっていうことは要するにちょっと恥ずかしいじゃないですか助けを求めるっていうことですから、うんうん、でも本当にもう助けてくださいっていう感じになっちゃった。そのまま続けてたら命、50カ所ぐらい行ってるんですけど、はい、初めてです。そうなった、そんな経験をしたという話でございます。怖かったです、どうでした？いやいや、怖いです、怖いです。私一瞬耳鳴りしましたよ、聞いてた時、はい、じゃあ来てんじゃないですか、うん、安倍さんもチラチラなんかずっと見てたし、まあ、いるので、まあまあ僕はね、怖いというか、あの学生時代のことなんですけど、はい、あの木曜日に絶対にこのこうおでこ、こう顔のね、ここを薄く怪我してくる友達がいてて、はい、木曜日に必ずここを薄く怪我、なんやねんそれ、薄く怪我ってなんか薄くれて薄く怪我してるって何なんだお前かすり傷なの。お前、何やねん、水曜日、バイト休みやのに、あの、どっか遊びに行こうでも、水曜日絶対来おへん。何やねん、あいつで。木曜日になったら怪我して、学校来て、何やねん、言うて、何やねん、いや、知らない間にいつも怪我してんねん、俺、何やろ、これ、って。何やろ、って、本人もすごい悩んでるから、何の怪我やろ、と。それと何人かで、数日の水曜日をつけようよって、バイトの休みを気になる気になる、あの当時バイクで、はい、そいつがバイクで行く後ろからついていって、バレへんにずっとついていって、もう見えてみたら途中で彼女を、そいつに彼女おるっていうことを知らなかったやつ、彼女はさ、あ、彼女とデートするのか、うん、まあそれやったらしゃあないなって、うん、でもなんでそんな薄く
怪我すんねん、うん、見ていったらあの当時のラブホテル の, あの車のナンバーとか隠すカーテン式のラブホテルにバイクで入っていくからクソーってなって当時僕らね、あの原付ちょうどね、あのヘルメット被らなくていい時期だった。ああ、なるほど。ほんでね、まあまあ今じゃもうドラ怒られるけど、田舎の話やから原付に女の子を乗せてね、原付で。硬いんです。当時はね、硬かったんです。今でこそ、なんか、車に傷つかないように、なんか、裏毛棒はついたりしてるらしいけど、当時はもう、結構まあまあ質量のあるあれやったんで、それでバイクで行くもんやから毎週水曜日ね、はい、あ水休んで水曜日こすって木曜日に薄いカラカラで送る、ある意味怖い、怖いっしょ、怖い、怖い、なるほど、学べよと薄く結果する学まずに、うん、ずっとですもん、ずっとですよね、実はアホちゃうかいそういう友達怖いでしょ、怖い怖い、ちょっと負けた見てくださいこれで赤になったらどうするんですか、セーフティーですね、お気に召さなかった、お気に召さなかった違うって、違う面白かったです、どんな怖さが怖いでしょう、ね、怖かった、はい、うん、じゃあ最後に、阿部さん、さっきの原田さんのお話のちょっと続きになるんですけども、はい、原田さんが倒れて僕がお祓いしてる時にこう写真撮ったんですね、携帯で、その時にこう天狗の顔のような大きいのを結構写ったんです、それちょっと今出せますか、へえ、これですね、こ上情報なんですけども、えこれこれこれ上の写真で、え天狗じゃない、まずノーマルで、これ天狗じゃないですか完全に、これですね、鼻高い、はいはいはい、でこれが写っているんですけれども、天狗だねみたいな話になったんですよ、うん、鼻があるし、うん、で僕これ何回か見て思い出したのが僕の母の話になるんですけれども、僕の母は病気で亡くなってるんですけれども、亡くなる前にあのうちの父と一緒に全日本を旅行したんですよ、日本一周とかとちょっとヨーロッパに行ってみるとかそういうのをやってたんですね、で金沢に行った時に僕の父と母が父を写したバスの写真で、父が母を写したバスの写真、バスの中での写真があるんです。母が父を写した写真は何にも写ってないんです。で今度父が母を写した写真に真っ赤な顔が写ってるんですよ、うん、でバスから降りた時、母が父を写した写真は何も写ってない、父が母を写した写真に同じまた真っ赤な顔が写ってるんです、うん、でそれがまるっきり同じ顔してるんです、でその後母は亡くなってしまうんですけど、病気で白血病で亡くなっちゃったんですけど、その時に僕その写真をお坊さんにお願いして焼却してもらった、その時僕まだ子供だったので、まあ拝み屋としてのテクニックがないんでお坊さんにお願いしてお焚き上げしてもらったんです。で何にも写ってない写真があるんです、あの金沢って水の都なんで、母が綺麗に笑ってている写真なんです。僕なんかその写真好きじゃなくて、で母もお母さんこの写真嫌いっていう写真があったんです。でまあ母は亡くなってしまうんですけれども、うちの父は病院薬剤師で、母もあの製薬会社の管理薬剤師だったんです。飲んでる薬で大体自分がどの程度かと分かるんですよ、うん、でまあアッサースだよっていうのも分かる、でも家族ってやっぱ奇跡を信じちゃうから死ぬその日まで治るって思ってたんですね、うん、で結局亡くなっちゃって、でやっぱ抗がん剤治療なんて髪の毛がないから、はい、あの写真撮られるの嫌がってたんですよ、うちの母が、うんうん、で家がないって始まって、で家中探してないんですよ、やっぱその髪の毛がない写真が嫌だ、でじゃあなんか昔の写真かなんて言ってたんです。で父が見つけたって言って持ってきたのがその川辺で撮ったお母さん嫌いって言った写真だったんです。で今でもそれ母の家なんですけど、だから何にも悪が写ってないのに悪いお化けが写ってない、それが家で
その死神が写ってたやつがを焼却してるんですけど、本当にヤバかったのはそっちの写真だったんです。だからその今写ってるやつを見て思い出したのが、母さんの時と同じ顔が写ってるっていうのを思い出した。死神の顔です。これが間違いない死神の顔。これじゃあ僕についたっていうよりも僕を通して安倍さんへのメッセージ的なものだったんでしょう。ちゃんと僕が持ち帰っているので大丈夫です。それは、もう悪さはしないと思います。もう俺たちはあそこ行きたくないですよね。そうですね、あそこは行きたくないっていうのは場所でした、じゃあ原田さんがずっとそこを粘って頑張っちゃってたら、この死神に連れてかれてた可能性がある。いや粘って頑張れなかったから呼んだんですよ、限界が来ちゃって、すごかったですね、すごかった、体験してみたいですよね。そんな急激に体調が急に悪くなかった、初めてだったらびっくりした、特にそういう霊感ないって自分で言うてはる人ね、そうですね、信頼できる、すごい、ありがとうございました。ちょうど、はい、チャンネル登録と高評価をぜひ、よろみたいな